きました。一級の受験票。さあ、今日から講習が始まります。真新しい。なんか大学受験思い出しますね。それではよろしくお願いします。それでは始めます。大きい緑の方を、はい、教科書なんですけども、はい、開けてみてください、はい、2ページ、はい、ここのところをちょっとちらっと 目を通していただいて、はい、分かんないところ、分かんない言葉をちょっとチェックしていただけますか。はい、じゃあ 2、3 分でちょっとやってみてください、はい、全く予習してきてないんですけど大丈夫ですか。今それです。すいません。はい、魚群探知機括弧音響探知機あと音響促進機について述べた次の文のうち適切なものはどれか、提出は判別できるのは柔らかそうだな硬そうだな、そうそう、どうやって判別するんですか。こうはっきりくっきりで岩だと、あ、硬ければ、うん、はい、そうそう、いかだからだ、いかだを開けてはならない、うん、でも3番も錆びついて、うん、作動不良にならないように、うん、作動不良になっちゃうんだよ、塗り固めておくと。あ、だからね、うん、その錆止めは、うん、適度に塗っておくだったら丸なんですか。適度に塗って作動をスムーズにいくように確認しておくぐらいだったらいいんだね。だって錆びて作動不良になるけど、錆びついてしまったらいけないですよね、うん、塗り固めておいたら絶対ダメです。そうそうそう、これだから塗っておくだったら丸なんですか。適度にな。わかりました、うん、車の教習所の試験にも近いような、なんか言葉のあやみたいなのありますね。あるよね、うん、はい、そしたらこれを当てまして、ここに当てます。そしてこのままこっちを固定して伸ばして平行移動してここまで、こう動かす、こう動かす、何があってもこう動かす、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 でこうもあり、こう、ここのラインをレールとして使って、はい、その上をスライドさせるようにしてください。これをスライダー、うん、こっちをレールと呼ぶ、うんうん、ちょっと遠いですよね。はい、休憩です。うわ、どうしよう。こりゃ大変だ。サイズこんなちっちゃい、こんなちっちゃいです。米粒よりちっちゃい。わかんない。はい、やってるじゃない。いや、やろうと思ったんですけど、うん、またわけわからないこと書いてあって、うん、コンパス方位と地震方位が違うじゃないですか、うんうん、それ質問に出てきた時に全部震方位か地震方位とコンパス方位しか、うんうんうん、その2種類しかないと思ってたんで、うん、と思って、五度キリストだとするじゃない、はい、そしたらここが五だよね、はい、そしたら何度測っても30度だったらここが35だよね、うん、というのが分かればそれはそれで大丈夫、そこまでで。それらを今復習してたのが偉いな。復習じゃなくて前から一回読んでみようと思ったわけです、うんうん、なんせ45度45度の二等辺三角形の横は、うん、左手に持つ、うん、いえ左手に持つんだなぁと。
拡大するとこういう風になってるから、あ、もう絶対間に合わないわ。もうすでに違うし、突き抜け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 、ここに線が入ってる入ってる入ってる、こんなことに時間かかったら全然何もできへんわ。うん、絶対無理。ああ、まった。もう最初からダメ。無理、どうしよう。なんか間違いました？132度測ったでしょ？間違ったんですか？あ、わかった。新方位で測ってる254。知らないけど、そういうセンスがないわけ。どうして？何回やっても違う。